キリンホールディングスメルシャンメルシャン株式会社は東京都中野区中野4丁目に本社を置く種類の製造販売を行う企業であるキリンホールディングス産科の国内最大手ワインメーカー味の元の創業者として知られる鈴木サブロスケの次男鈴木忠春が化学調味料製造の際に発生する大豆カスを原料にアルコール 合成製酒製造を目的として1934年に昭和酒造株式会社として設立。川崎に工場を竣工し、合成製酒産学の製造を開始。その後は合成製酒や焼酎を製造する傍ら、飼料や構成物質なども生産。有するブランド、産学を監視、世に製品を送り出していく。1949年には、 産学酒造株式会社と社名変更。1961年には、当時山梨県東山梨郡勝沼城でワイナリーを経営していた日清醸造を買収し、同社が有していたブランドメルシアンを参加に置くと、これを契機にワイン事業に参入。翌年には、長野県北作郡三与田町でウイスキーの製造を行っていたオーシャンを買収し、事業を拡大。 同社のブランド、オーシャンも参加に置くと、サントリーを追随する形で、総合用紙メーカーに転身。1970年には、ワイン、シャトーメルシアンを発売し、ワインを専門分野とする一方、1980年代は、中ハイブームの到来とともに、サワー系飲料、また、ピーチツリーフィズなどのカクテル製品を今日まで生産を続けており、この分野での知名度も高い。 味の素参加時代にはメルシアンと矢も大きく表記していた。1990年には社名を現在のメルシアン株式会社に変更。長年にわたり味の素の創業者である鈴木一族が筆頭株主だったこともあり、同一族の影響の強かったが、1997年の総会愛の利益共有事件に伴い、当時の味の素の社長だった。 江頭邦夫が、脱続き体制を掲げたことから、同社もそれに追随する形で体制を改善、強化するとともに、2006年11月、キリンビールとの資本、業務提携を発表。同年11月17日から31日間、実施されたキリンビールによる、有効的 TOB により、キリンビールの連結子会社者となった。翌二千七年七月一日、旧、キリンビールが、 持ち株会社に移行し、メルシャンは、キリングループのワイン事業の中核となった。なお TOB には、主要株主として、同婚企業の味の素も参加している。かつては、種類、加工用種類に加え、医薬、化学品、資料も扱っていたが、現在は撤退して、種類カンパニーに特化している。また、2013年1月1日のグループ再編に、伴い、 キリンホールディングス傘下として設立された総合飲料会社であるキリン株式会社の傘下に移行しワイン、焼酎、梅酒事業を担う事業会社となっている。だが2019年7月1日にキリンホールディングスがキリンを吸収合併したためキリンホールディングスの直接子会社となるシャトーメルシャン内部明治期以降に実際に使われていた醸造器具を展示なお 現在は、キリンブランドで製造、販売している、ブレンデッドウイスキー、オーシャンラッキーゴールド、オークマスターダルカオル、缶入りチューハイ、本、絞りチューハイはいずれも、もともとメルシャンが発売したもの、及び商標であった。ありがとうございます。